番的冬天。でまた高雄市の冬は暖かいですから、熊本の冬は寒いですので、もしそうですね、連敗の方が高雄市にお越しして、そして高雄市で暖かい冬を過ごしていただければいいなと思います。那我们会觉得说，未来我们熊本那若干学校跟高雄市的学生能够有互相交流的机会。啊，熊本市的学生到高雄市，那我们高雄市的学生也到熊本，这样让我们两个城市的年轻人有更多交流、互相认识的机会。でまた若い世代の交流もとても期待しています。学校の締結を呼びます。学生さんの修学旅行お互いに行ったり来たりすることもできますね。我上一次到熊本也跟议长说明过，高雄市是一个对日本非常友善的城市。でこの間にお邪魔した時にも話したのは、高雄市は日本に対してはとても親日的な気持ちがあります。高雄市的城市跟日本人的渊源非常深。で高雄市と日本というつながりがとても深いです。这个城市的规划是日本人规划的，在二次大战前。で第二次世界大戦の前にはすでに高雄市の都市基盤建設は日本人の手によって建設されました。我们希望这一次议长带着很多司仪员来，能够去看一看。我们的哈马星火车站，那是日本人在100多年前台湾火车站的高雄站，啊，这个有很多的历史渊源。で、高雄に滞在される期間中にもし機会があれば、高雄市の浜線駅にも見ていただきたいですね。それは100年前からのもう日本時代からの建築物ですので。现在那一条铁路已经没有在通行，但是我们那种伞状的那个所有的铁轨还在。我们认为这是我们很珍惜的文化资产。でその在来線の鉄道はもう現在では通行されてないですけれども、でもそのレールがまた保存されてます。所以我们今天看到我们的好朋友熊本市的议会能够到高雄来访问，我们真的非常的高兴。那我们的农业局准备，就是现在高雄市最好吃我们的蜜枣，这是我们的很好的水果。那我们希望。不是苹果，是一个枣子，我不知道怎么讲。蜜枣，那我觉得这个，我们都很希望我们熊本市的我们议长跟大家能够来品尝我们高雄不同的水果。对，来，看这个美女议员，またご紹介いたします。上一次有到，こちらの議員先生もこの間お邪魔したことがありまして。で本日また皆様にお会いできてとても嬉しいと思います。また歓迎を申し上げます。で本日は農業局の局長さんが皆様のために台湾の一番おいしい旬の果物を用意しております。でこれは夏目リンゴではなくてこちらの地元の果物でまたこちらの畑山のバナナもとてもおいしいですから召し上がってください。高雄的香蕉，那当然，过去我们台湾的香蕉销日本，那我们这个也是，我们认为也是我们高雄的强项，我们都很希望在这个部分跟日本之间能够有更好，能够农业上，我们希望有能够有很多交流。
で、こっち、高尾のバナナはいつも昔は日本へ輸出していますし、で現在も輸出しています。で今後もこういうような農業の交流を強化したいと思います。よろしくお願いいたします。我们跟市政府还有跟我们高雄市议会有两位美女议员，那我们真的很高兴，熊本市的议会能够到高雄来访问，我们期待今年的九月，高雄市要举办，亚太城市高峰会议，我们也期待我们的议长跟我们的议员，包括欢迎日本的企业家，都能够来参与亚太城市高峰会议。でまた今年の9月には APCS という会議がありまして、アジアパシフィックシティサミットの会議が高尾市で開催されますから、でまた津田議長議員先生の皆様、また熊本市のビジネスマンが、まあ、そういう企業の方が、まあ、ぜひ高尾市にその時にご臨席をお願いいたします。所以我想对我们亚太城市高峰会议，我们有没有准备那个邀请？哦，没关系，那在晚上再交给他。我上一次跟议长在熊本市见面，那我有特别提到，说高雄市我们市政府，也有很多酒量很好。他们今天晚上都会跟议长见面。でまた APCS の招待状が後ほど差し上げます。でまた熊本市でお会いした時にも話したのは、高尾市政府のお酒の強いの局長とかたくさんいらっしゃいますから、ぜひ高尾市に訪れる時にはまた一緒に食事をしましょうと。所以我再一次代表我们277万的市民。欢迎今天议长跟所有的贵宾议员到高雄来，欢迎你们来高雄。で改めて高雄市の277万人の市民を代表いたしまして歓迎を申し上げます。ようこそ高雄市にいらっしゃいました。ありがとう。ありがとうございます。はい。で私の方から熊本市市議団台湾交流の代表いたしまして。那么我谨代表我们熊本市议会的全体同仁哈，一起一介那个谢谢市长您的邀请跟您的刚刚的美言呢，待会儿我们也是有一些要跟您报告的事项，谢谢。まずもって、まあこの度は私ども台湾交流熊本市議会議員をお招きいただきましてありがとうございました。真的很感谢您愿意邀请我们这个熊本市的市议会同仁们一起来参访高雄市，再一次表示我们的谢意。また先ほど市長さんの方から話ございましたが、陳市長さん、11月には陳市長さん、菅議員さん、李議員さんを含めて大勢熊本市においでをいただきまして、本当にありがとうございました。11月份的时候，市长还有严。市长大班的全体到我们熊本市来，我们也是市长我们最高的谢意。まあ熊本市議会も2009年でございますが、東アジア諸国との交流を活発にするために、決議をいたしまして現在に至っております。我们熊本市也是从2009年开始的东亚高峰会议开始，一直都愿意促进东亚，还有我们这个亚太商业的一个活动。先ほど陳市長さんからお話ございましたように、経済あるいは農業、環境、いろんな分野において、今後とも活発に交流をさせていただくならば幸いかと思っております。如同陈市长您所说的，如果我们两国之间关于经济、还有贸易、环境相关的交流能够更促进、能够更活泼的活络的话，我们相信对我们两国来说都是有一个很好的一个发展的。まあ今後は特に観光面、そしてまた修学子どもたちの修学旅行生が頻繁にこう行き来されるように。特に私たちも希望をいたしております。
尤其是关于两国之间观光还有小孩子的休学啊，就是毕业旅行这样子的同学互相之间的交流，应该是会让我们两国人民会有更深的一个交往，是很期待有这样子的一个新的发展。まあこのような機会を得ながらさらに友好関係が深まりますよ。まあ今後ともよろしくお願いいたします。所以也希望能够借由这样的啊民间的交流跟观光还有官方之间的交流活动，能够让我们两国的人民之间的友谊能够更深入。是，谢谢。また明日はゆっくりいろんな視察をさせていただいて、交流をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。很期待明天能够高雄市观，然后多看一下高雄市的很多的关于市街景的一些建设，那我们是希望能够更深入的了解高雄市。谢谢您。谢谢。それから私どもの高山市長の方から新書を預かってきておりますので、新市長さんの方にお渡しをお願いいたします。我们也从市长那边接了一封那个信，来交给市长。谢谢。谢谢。ありがとう。はい。谢谢。谢谢，好，我们有没有什么要嘿？谢谢，来，这封市长的信。不老干。拿猪肉食べてみろ。可以吃，可以吃我们家的饺子了吗？因为你没有说出来。哎，对对对。找一下卫生纸好吗？有，都有，尤其是糖分的少那一个，糖分很少，他们最喜欢，年纪大的人哦，糖分。好，来，我们农业局长，农业局长啊，一言申し上げましょうか。はい、お願いします。这个枣子是刚好在盛产期。最好吃。一月のは、今十一月はちょうど旬の時ですから。美味しいです。美味しいです。自然農法所栽培而成的。はい、このそうですね。ナツメは自然農業の栽培法で栽培されましたものですから。あ、我们经过一次跟那个药检局的检验工作完成。そして無農薬の作法です。はい。農薬の検出はゼロ。はい。ごゆっくり召し上がってください。那这一次的枣子本来在年底，就今年年底就可以到日本去，但是双方还在签订。上一次去年市长去的时候，有拜托我们的众议院的议员，那现在已经整个谈判过程，包括说。就是说，检验的过程都已经谈判好了，只剩下签署而已。哦，那什么时候可以？哎，我们希望今年来不及。今年来不及，但是我们希望在今年完成，明年就可以马上送到。農薬の検疫などについてはもう問題ないですけれども、通関の手続きなどがありますから、で来年ぐらいに日本へ輸出できます。またこちらのバナナは畑山のバナナです。在日本我们叫做冬椒，冬椒，冬天的冬天生产的，只有岐山有。で、日本ではこういうバナナは冬バナナと呼ばれてます。冬の時にしか生産されてないです。那现在我们还是每个礼拜，我们都有香蕉、冬椒输送到日本去外销。はい、現在こちらのバナナは毎週船乗って日本へ輸出されてますね。它的口感跟那个菲律宾的香蕉不同的地方是，这里是 Q。比较 Q 又有弹性。はい。で、フィリピンのバナナと違うのは、こちらのは口触りなんかすごくいいんですから。はい。簡単にご紹介を。いかがでしょうか。この夏目。はい。はい。请问这个枣子一年大概几个收获？收获几次？哦，枣子它一季只有一季，就是我们的12月。十五号左右到我们的差不多三月
10号、5号左右，只有这段时间，就是这一段时间才。对，湾西人ですね。あの十二月の十五から三月十五ぐらいの時期です。はい。啊，好高兴，他刚好来对时期啊，吃到这么好吃的东西，最好吃的。これはあの夏目は種種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 種実はあのこの品種は一つしかないですね。ハチミツの夏目ですね。はい。でもあの名前にはいろいろがありまして、でもあよく食べられているのはこちらのハチミツの夏目です。はい、非常好吃。很好。可以吃吃。台湾岐山的香蕉。对，またバナナも召し上がってください。哎，ほら、石川先生、はい、ほらあの、と、この夏目は熊本市あたりの大道青果館あたりの大道さん、いかがですか？いいですね。他们有一个大同青果，这是他们熊本是最大的青果。哦，所以请他，请这位市议员帮我们加一点劲，让我们可以销到那边去，销到熊本。哎，熊本的大同青果是。对，他们也是会介绍那一家青果社跟我们这边互相合作，是牛岛牛岛市议员。台湾哦，那空手道先生で非常に長くいましたんで詳しいですか？是台湾的空手道的老师，所以他对于这个台湾跟日本那边的农产，高雄市在差不多2008年高雄来，不知道你姐妹，嗨，中山一路，中山一路。空手道的老师，嗯，谢谢，谢谢。我们哎，我们是观光局长，来来，推销一下，推销一下。好，我们所有的中国就是很棒哇。跟各位介绍哈，冬天的时候哈，到高雄来打高尔夫球哈，最好。で私は観光局局長の京でございます。で高雄市の観光について簡単に紹介させていただきます。高雄の冬はあのゴルフに一番いい季節です。对对对，因为高雄的天气哈，这个一年哈大概有将近300天的日照哈，平均的温度哈大概在25度左右哈，其实这个时候的冬天哈，当地的温度还非常的舒服。高雄的冬天跟日本的春天一样哈，非常的适合人居。で高雄市はとても過ごしやすい都市です。特にあの1年間の間には300日はあの要するにドライシーズンですね。雨が降らないですから。でまたあの今の冬の季節はとてもあの天気も良くて寒くない。でとても過ごしやすい。あ、我们高雄呢有5座很漂亮的高尔夫球场，然后这个经费呢也算是还算这个适中嘛哈，打一场大概台币3000块哈，这个距离这个市区哈，大概一个钟头的车程就可以到哈，这非常方便哈。那我们今年的这个冬天哈，有接待非常多日本跟韩国的这个企业界人士来高雄打高尔夫球，我们也希望熊本县的朋友们哈，可以组团来这边打高尔夫球。高尾ではあのゴルフ場が5つがありまして、値段がお手頃で、あの交通もとても便利です。特にあの日本および韓国からの観光客はよく高尾であのそういうゴルフツアーをしていますから。であの熊本市の方も、高尾市でゴルフを、やることを歓迎いたします。打完高尔夫球还可以泡温泉，还可以吃我们海产美食，还可以吃最好吃的这个水果，就非常适合冬天的时候到高雄来，好，给我们这个鼓励打气，好，跟我们一起来这里哈，城市哈做这个家族联谊。那另外刚刚市长也有特别提到这个长辈哈，我们日本的樱花球哈，也这个时候非常适合来到高雄来过冬，因为现在日本非常的冷，
高尾の冬は今一番いい季節ですから、ゴルフをしたり、あと美味しい海鮮料理を食べたりで、あのとてもあの年寄りの方には向いてますね。すみません。シルバー族ですけれども、はい、非常に欢迎大家能够一起到高雄来做做。でまたあの高尾市に訪れることを期待してます。他们今天有没有带他们到，去爱河做太阳能船？那是明天。明天下午。哦，明天下午才哦，真的。ゴルフの最高級ベランです。ゴルフの最高級ベラン。全員ゴルフしますから。大家都很会打高尔夫球。全員ゴルフしますから。谢谢。那我们。今天晚上啊，我们会跟议长还有所有的议员一起吃饭。また今晩大家吃饭。で、歓迎のあの食事会があります、用意してますから、また今晩お会いしましょう。要那个日，台那个玻璃什么酒。玻璃というところの紹興酒を用意してますから、今晩楽しく、はい。お料理に一番いいお酒でございます。对，所以我们。非常欢迎大家到高雄来，也希望利用这个时间让议长多看一看高雄。对啊，熊本是一个很美丽的城市，但是高雄跟熊本不同的美，不同的美丽。熊本市にもお邪魔したことがありますから、とても綺麗です。で、あの高雄市も綺麗な都市ですけれども、ちょっとあのそういう雰囲気が違いますから、あのゆっくり味わってください。あの一週間後。啊，对对，二十八号的时候，熊本县知事还会再过来。对，对，这个二十八号。熊本县的知事要来，我们也在期待等待，欢迎他到高雄，我们很高兴他要来。で、二十八日にはあの樺島知事もあ高雄市にいらっしゃるですから、で、あのお待ちしております。嗯，我们会派出酒量很好的局长等他。もう今からもうあのお酒の強いあの局長 の、 あのリストを作ってますから、また樺島知事と楽しい、はい、強いから、はい、我们辅导知事啊酒量很好很好哦，哇太好了。好，这个俘虏就是福气啊，这个拜恩义书家的设计，所以这个要送给议长。哎，对，こちらの人間国宝の、哎，对，そしたらちょっとあのカメラに、好，谢谢，来来，哎，今日は、大丈夫ですね。こっちの議長室の方に飾らせていただきます。谢谢市长，我会把它放在我们的议长室。谢谢。啊，哎，在这边再看一下。是那个，多多多，大家看一下。谢谢，好，谢谢。そうですね、あのカメラの方にもお見せ。こちらからあの台湾産のからすみ。这个是我们的凤梨酥。世界一流的，世界一流的，世界一流的パン屋さんのシェフが作ったあのパイナップル。ありがとうございます。还有台湾有名的茶叶，台湾茶。台湾的有名なあの高山乌龙茶。谢谢，哇。谢谢，这个是台湾的，真的非常感谢市长。哎，好，谢谢。这个是亚太城市高峰会相关的资料，包括邀请函。哎，马上来就我们购买的，欢迎，欢迎，欢迎，谢谢，好。我们最好吃的东西，但是要回日本之前要吃完。我们开那个奈德斯卡啦，然后就打十大布莱里米拉森。不能上飞机。我得开那个奈德斯卡。好，阿利亚多。他说是京都做的，很特别的，虽然很小，它是 Q 版的那个熊本的那个手机最新电视。OK， 来。
那是好快洗。哦，种地上的，他们当地的名产。名产呀，你那个。这个名叫什么？哦，漂亮，熊本城。哇，这个熊本城很漂亮，哎，这个就是熊本城，对，哇，漂亮，哇，谢谢，来，好。哎，过两个。我这个慢点，晚上就把它切掉了。谢谢。我们是不是好？这个都，我们是不是一起？嗨。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。好、谢谢。日本熊本市议会的金田议长率领他们大概五位的市议员到我们高雄来访问。那我们为了亚太城市高峰会议，在去年的十一月，我们到熊本市啊，接受整个议长他们非常热情的招待。那我们希望未来我们高雄市跟熊本市之间有更多文化、农业，包括观光这个部分有更多更好的交流。那以我们现在跟熊本之间很密切的这样的交流，我们相信未来两个城市之间的互动一定会更多。那他们对高雄有很好的印象啊，这是一些很好的开始。我们希望未来两个城市之间的学生也可以互相他们毕业旅行啊，这个部分也可以互相来推动。那我们刚刚看到议员跟议长他们对于高雄的水果都很有兴趣。哇，对，因为台湾高雄的水果哈，现在也可以说品质也是最好啊。同时，我们的这些，譬如我们现在的蜜枣，我们的蜜枣这个时间是一个最适当的时间，所以我们就请我们的熊本市的议长，包括吃我们最好吃的蜜枣，吃我们最好吃的岐山冬椒，哦，他们都赞不绝口。那我们也希望未来，香蕉现在有外销日本，那我们希望我们的蜜枣，哦，在这个部分明年就可以开放，哦，就也是能够到外销到日本，哦。那我会觉得说，我们的蜜枣的品质是非常好。啊，它的甜度不是非常甜，但是它的甜度大概到12-13，哦，这个就是非常棒的水果。所以我们高雄用我们的蜜枣，我们很多好吃的水果，我相信也可以吸引更多日本人对整个我们高雄的认知。哦，好，谢谢，多谢多。